ハイン・リヒ・リッケルト、ハイン・リヒ・オーン・リッケルトは、ドイツの哲学者。シンカ・ント派、西南ドイツ学派の代表的な人物として知られる。ダンツヒで、雑誌編集者で、国民自由党の政治家である父の息子として生まれる。ダンツヒとベルリンで学び、ベルリン大学に入学。美術史屋のヘルマン・グリムや、哲学者、フリードリッヒ・パウルゼンの講義を聞く。 特にパウルゼンの講義は、リッケルトに哲学を専攻させる決意をさせた。1885年に、シュトラースブルク大学へ移り、ビルヘルム・ビンデルバントラーの講義を聞く。さらにチューリッヒで、リヒャルト・アベナリウスを知るようになった。1888年に、ビンデルバントの主査によって、定義論で、博士号を取得。その後、1889年に健康上の理由で、 フライブルクへ移り、1891年に認識の対象を執筆。フライブルク大学の志向し院外教授を経て、1896年に聖教授になる。1915年には、ビンデルバントの後継として、ハイデルベルク大学教授に就任。フライブルクでは、エトムントフッサールがその後を継いだ。ハイデルベルク大学の同僚には、ハンスドリーシュ。 カール・ヤスパース、ハインリヒ・マイヤー、そしてマックス・ベバーらがいた。1932年に同大を退職。1936年にハイデルベルクにて73歳にて没した。リッケルトにとって対象の認識とは、ある仕事術ごとを結合させることであって、その判断には価値が働くことになる。すなわち、認識とは、 多様な現実の中から知るに値するものだけを選択して把握するものである。リッケルトはこれを価値判断と呼び、自身の価値哲学を展開した。また、この価値哲学の視点から、リッケルトは自然科学が絶えず反復される一般的法則だけを把握しようとするのに対して、歴史書科学は政治、経済、芸術などの文化価値から見て、 重要な個性的特徴だけを把握するものであると主張し、後者に文化科学の名を与えた。シビルヘルム・ヴィンデルバントの思想を発展させた。この価値関係的な文化哲学の立場から、リッケルとは認識論の検討を行い、その後のドイツ歴史学に哲学的基礎づけを与えることになった。ありがとうございます。